こんにちは、とうこママです。仕事を終えて帰ってきました。週に数回料理の先生として勤務をしています。覚えることも多く勉強の日々です。今日の動画は帰宅後の我が家の様子を記録してみました。帰宅後、私を待っているのは大量の洗い物。朝は洗い物まで手が回りません。夕方にまとめて洗っています。小さい食洗機なので全部は入りません。それでもやっぱり食洗機は便利ですね。昨日使った油がそのままだったのでこしておきます。ティッシュを1枚敷いてカスを取ります。ろ過フィルターが入っているので油がとてもきれいになります。子どもたちのお迎えの前にお米も研いでおきましょう。鍋は炊飯器のように予約機能はないですが、すぐに炊けるので不便は感じていません。子どもたちのお迎えまで少し時間ができたので、YouTube に公開する動画を作ります。編集作業はとても時間がかかりますが、動画を楽しみにしてくれる方が待っているので頑張ります。本当はもう少し作業を進めたいのですが、あっという間に子どもたちのお迎えの時間。子どもたちが待っているので行ってきます。作ってくれてありがとう。あんやお弁当全部食べてた。うん、今日は美味しい弁当。え、今日はさ、ミートボール弁当だったよね。うん、あ、綺麗綺麗。宿題もそろそろ終わりそうなので晩ご飯作りを始めます。最初に作るのはきんぴらごぼう。花粉症にはごぼうが効くということを聞いたことがありますか？酪酸菌という善玉菌が腸内に増えると花粉のアレルギー症状を抑えてくれるそうです。ごぼうには酪酸菌の餌となるオリゴ糖がたくさん含まれています。春の今は花粉のシーズン。本当に毎日つらいです。ごぼうが花粉に効くといっても毎日食べ続けないと効果はなかなか得られないようです。そんな花粉の季節にはぴったりのきんぴらごぼうを作ります。
味しそうだね。切れる。やば。結構硬いね。硬いケーキだね。大きくないの？これだって一人。ね、このお花食べれるの？あ、これシャリシャリなんだって。何？シャリシャリ上のコーティング。あ、本当コーティングがあってレモンの味はするわ。レモンケーキ。美味しいわ。さて、きんぴらごぼう作り再開です。たっぷりのごま油でごぼうを炒めます。きんぴらごぼうをするときは食感を楽しみたいので、ごぼうや人参は千切りにすることが多いです。人参を加え、しんなりとするまで炒めます。砂糖、そして少量の水を加え、砂糖を溶かします。酒、みりん、醤油を加えて汁気がなくなるまで炒めます。なかなか落ち着いて料理ができませんね。最後にすりごまをたっぷりと加えます。蓋をして味がなじむまで待ちましょう。ふーちゃん、もうそろそろいいかな。ここで遊ぶのまたお料理できなくなっちゃう。今日はキノコの特売日。ヒラタケ、マイタケ、エリンギの3種類のキノコを買ってきました。3種類のキノコを使ったマリネを作ります。マイタケは手でほぐします。最近はスーパーでよく見かけるようになった霜降りヒラタケ。傘は肉厚で、その表面に霜降り状の模様があるのが名前の由来だそうです。エリンギも同じぐらいのサイズに切り揃えておきます。たっぷりのオリーブオイルでキノコを焼きます。箸で混ぜずにキノコをしっかりと焼き付けます。キノコが焼けたらニンニクをすりおろします。マリネ液を作ります。酢、レモン汁、砂糖、塩、最後にオリーブオイルを入れてよく混ぜ合わせます。キノコが熱いうちにマリネ液と和えればキノコのマリネ完成です。冷蔵庫で 4,5 日ほど持つので作り置きにもぴったりです。
ニラ、カニカマ、卵で簡単な中華風スープを作ります。まだまだママにべったりな末っ子、料理がなかなか進みません。作りたいんだけど、何？揚げ具が終わったね。じゃあちょっとさ、ここでいい？じゃあ立ってみてて、ママが作るのな。いい？はい。ああ、卵ね、卵割れるから。ありがとう。ありがとうね。ありがとうね。ニラが切りたいんだけどいいですか？ダメ。ダメ？ダメ？はい。これがいいよ。これいいの？ありがとう。でもやっぱりママニラが切りたいんだけど。ダメ。ダメ。ダメじゃないよ。ちょっとリンゴさ、切ってあげるからリンゴ食べて待ってて。いい？ほらもうちょっとご飯作りたいんだわ。いい？いいよ。いいよ。ちっちゃい。はい。これちっちゃい。おいしい？で、おいしいね。これで。わかった。カニ玉も入れるから、ニラも切らして、こっちもね、カニ玉もやっ、あのカニカマもやってあげるからね。よいしょ、下に、よいしょ、ニラ玉に、うん、みんなの大好きなカニも入るよ。カニって言ってもあれだけどね。あるよ、まだ。ああ、あった。ちょっと待ってね。ありがとう、ありがとう。ありがとう。あ、助かるわ。よし、はい、卵。入れたんだな。うん。おおおお、こぼれそうだな。じゃあ、一緒に混ぜようか。よいしょー。しゃー。混ぞれ混ぞれ。はい、はい、ありがとう。助かった。うん、遊んでおいで。いや、ふーちゃんが混ぜてる間にママ。鶏もも肉で酒蒸しを作ります。簡単で美味しいのでよく作っています。リンゴまた食べるの？でもちょっと今さ、お肉切ってるから。ダメダメじゃないよ。後にして、お肉、ほら、お肉は触らないで。待て待て待て、こんなし、こんなにいっぱいお塩入れたらさ、塩辛くなっちゃう。じゃあここ、ふわーっと、ね、はい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 、ありがとうありがとう。はい、じゃあお塩振っとくね、お肉にね。はいはい、どうも、はい、どうも。あいいね、お願いお願いお願い。よし、手洗おう。これね、あ、ありがとうありがとう。手洗おうね。はい、お手洗おうね。ありがとう。もう夫婦が手伝ってくれたから大助かりだわ。ボール遊びやる？はい、一緒に遊んでおいでね。ふーちゃん来て、ね、鶏肉の皮の面から焼いていきます。焼けたらひっくり返します。酒をたっぷり 100cc 入れて蓋をして酒蒸しをします。スープには鶏ガラスープ、オイスターソース、醤油、そこに水溶き片栗粉を加えます。ママさ、これじゃ料理できないよ。おんぶでいい？あやじゃないよ。いいよ。あ、おんぶでいい？
子供を見ながら料理するのは本当に大変ですね。ニラ、カニカマ、卵を加えます。最後にごま油をひと回し。鶏の酒蒸しもふっくらと仕上がりました。美味しそうだね。そうだね。卵スープだよ。きんぴらごぼうは冷めるときに味が染みます。そろそろお皿に盛り付けましょう。塩と酒だけで作った鶏の酒蒸し、こういうシンプルな料理が美味しいんですよね。子供たちも喜んでくれるはず。キノコのマリネにも味が染みました。ビールが進む一品です。晩ご飯が揃いました。忙しい夕方でも簡単に作れる晩ご飯4品です。子供たちもお腹ペコペコ。みんなで晩ご飯にしましょう。だよね、うん、それ美味しい。ん、いいでしょ。塩でね、酒蒸ししただけなの、うん、それだけ。あれ、ふーちゃん上手に使ってるね。お箸使えるの？いないよ、お箸使えるの。すごい上手上手。お箸で食べて。あと、もうおかわり、うん、早いな。こうやってついてる。美味しいんだもん。ついてる。ママ入れてあげた。ありがとう。なんか綺麗に入ってる。全種類入ってる。ありがとう。食べてみて。うん。ありがとう。嬉しいわ。ありがとう。ここにあるよ。ありがとう。ここにあるよ。大丈夫。ここでよかったら合わせてね。ここにあるよ。和食屋で売れる。ありがとう。和食屋で売れそう。ここにあるよ。お料理屋さんできそうかな。和食っていうのは日本の料理が和食。和食はほら、このきんぴらごぼうとかは和食だね。これはこれは洋食。これ和食じゃないかな、うん、これはこれは中華かな。中華って、うん、鶏ガラスープと卵焼き。味噌汁だったら和食なんだけど。卵焼き、おいしい。
も美味しいよ。ミカチュールくん、ママ、ミカチュールご飯美味しいよ。かけて食べてんの？それはね、美味しいと。ママ、これでも一緒だよ。何？ママか。もう少しゆっくりお酒を飲んでのんびりしたいところですが、子どもたちの寝る時間が遅くならないように片付けを始めます。テーブルを拭いた後はテーブルの下も拭き掃除。ご飯を食べただけなのになんでこんなに汚れるのでしょうね。キッチンの下も料理をすると油が飛ぶので拭いておきます。洗い物の前に風呂掃除をしておきます。我が家は築40年の古い民家。最近はほとんど見られなくなったステンレス風呂です。毎晩温かいお湯に浸かるので風呂釜を掃除します。この狭いお風呂に子どもたちとみんなで浸かります。お風呂に入る前に洗い物を済ませておきましょう。夜9時には子どもたちと寝られるようにしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。仕事を終えたら子どもたちのお迎え、晩ご飯作り、そして片付け、毎日が嵐のようです。子どもたちと過ごす時間を大切にしてあげたいものです。今日も一日お疲れ様でした。それではおやすみなさい。